車の取説。鈴木ラパン。フランス語でウサギを意味するラパンはアルトの派生モデルとして誕生。女性受けをストレートに狙ったニッチモデルでありながら、およそ20年も続くロングセラーとなっています。現行モデルは3代目で、女性の気持ちに寄り添ったレトロモダンなデザインやあったら嬉しい装備に磨きをかけています。ラインナップはベーシックな G、 装備を充実させた L、 最上級グレードの X、 X をベースにおとなしくを追求したモードを用意。全車共通となるパワートレインは、Nチャージを組み合わせた 660cc の自然吸気エンジンと CVT を搭載。ターボエンジンの設定はありません。価格帯はおよそ121万円から155万円となります。WLTC モード燃費は、FF 車がリッター 25.2kg、4WD 車が 23.4kg で、使用燃料はいずれもレギュラーガソリンとなります。今回は特別使用車モードの FF 車で、高速道路と一般道をおよそ 200km 走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 17.0kg でした。運転支援システムは、スズキセーフティーサポートを全車に標準装備。ヒルホールドアシストや先行車発進お知らせ機能、走行状況に合わせてロービーム、ハイビームを自動で切り替えるハイビームアシストも搭載します。ボディサイズは、全長3395ミリ、ホイールベース、2460ミリ、全高1525ミリ、全幅1475ミリ、最低地上高は155ミリ、最小回転半径は 4.4 メートルと小回りも効きます。エクステリアは丸四角いをモチーフとし、可愛いのに甘すぎないレトロモダンなスタイルを追求。ホイールデザインはくるくる回るお花をイメージしています。今回の試乗車モードでは、シックなボディカラーをはじめ、メッキを施した専用フロントグリルやドアハンドルが大人の上質感を演出しています。インテリアはテーブルやソファー、置き時計などをモチーフとした自分の部屋のようなリラックス感が特徴。天井はキルト模様となっていて、ベージュ内装、キャメル内装、スカーレット内装に加えて、モード専用のおとなしくな内装が用意されています。また、ふとした時に気づく隠れラパンも、カーライフに彩りを添えてくれます。フロントシートはセンターアームレスト付きのベンチシート。リアシートは、5対5の分割可動式を採用。シンプルな作りと軽量化を追求しているため、リアシートに前後スライドやリクライニングは備わらず、フルフラットにもなりません。ドリンクホルダーは4箇所、 USB ソケットはオプションの全方位モニター用カメラパッケージに1箇所含まれます。豊富で多彩な収納は、まさにあったら嬉しいをカバーしてくれています。モードが搭載するパワートレインは、 Nチャージを組み合わせた 660cc の自然吸気エンジンと副変速機構付きの CVT、 680kg という超軽量ボディを軽やかにスムーズに走らせます。また運転席シートリフターやチルトステアリング、UV-IR カットガラス、ナノE搭載エアコンなどからは、女性への細やかな気配りが伝わってきます。東京湾アクアラインを
時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは 67.2デシベル 程度でした。女性らしいキュートさや艶っぽさを最大の魅力としているラパン。その一方、アルトをベースにした質実剛健なプロダクトであることも見逃せません。まさに外見だけでなく内面からも輝きたいと考えている女性にぴったりな一台と言えるでしょう。